2018明治安田生命 J3 の第23節、前節敗れてこのゲームに臨んだ FC 東京、前節連敗を止めて勝利でこのゲームを迎えた SC 相模原でした。前半の20分、インタビューにもありましたように、自分でボールを受けるコースを作って、そこに米本のパスを引き込んで先制ゴールにつなげた平岡。前半からリズムを掴んでいた FC 東京がいい時間帯に先制ゴールを挙げました。そして前半の終了間際44分、ゴール前でバックパスになって、ここでペナルティエリア内で間接フリーキックを FC 東京 U23 が得ます。ただここは相模原が懸命にブロック、得点は許しませんでした。最後は矢島のシュート。後半に入って56分です。平岡の追加点が生まれます。ここも起点は米本から、矢島がうまくすらして、そこに平岡が走り込みました。ここもスペースに走り込んでの平岡の今日2点目。マンマ監督の全てはゴールに向かっていくためにという話もありましたが、いい形で追加点を奪いました。72分の相模原です。リー・ジンヒョクの今日チーム最初のシュートがこの時間帯に生まれます。そして80分、またここは平岡がスピードを生かして自分でシュートまで行きました。こぼれたところ内田が詰めて3点目。この時間帯は相模原に流れが行きそうな場面だったんですが、平岡のプレーからここもいい時間帯に追加点が取れました。